皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画撮っていきたいと思います。はい、ということで今回はリクエスト編ということで、そちらのね、答えていきたいと思います。今回はオフェンシブとディフェンシブの設定とあとはコンセプトアレンジについて解説をやっていこうかなと思います。はい、まあ、今回もまあどちらかというと初心者さん向けのね、優しい動画となっていますので、はい、特にね、そういう方は見ていただければと思います。はい、まずはゲームプランの説明も少しやっておこうかなと思います。まずはゲームプランの入り方、まあ、ここからの説明は必要なのかどうか分かりませんが、まあ、一応ここからね喋っておこうと思います。まずは左上の監督の下のピッチのアイコンですね、こちらにカーソルを当ててることで入ることもできますし、三角を押してチームメニューから入るパターンの2パターンがあります。これがゲームプランに入る方法になっています。はい、ゲームプランに入るとこんなような感じになっていて、左から戦術プラン、選手の入れ替え、プレイヤー設定、そしてサポート設定という感じに並んでいます。オフェンシブとディフェンシブ、まあ、こちらに関しては一番左の戦術プランで切り替えができるようになります。画面のように戦術プラン1、あとは2と3もあるんですけど、まあ、こちらの2と3なんかがね出ないという方は一番右のサポート設定の戦術プランの切り替え、はい、これの方がオフに、ね、なっていると思うので、こちらをオンにすることで、そちらができるようになります。はい、では実際に、プランの方を設定していきたいと思うんですが、まず監督にはオフェンシブとディフェンシブ戦術があります。まあ、これは監督のね、紹介動画なんかでも紹介してますね。はい、それからスカットについてはプランをね3つ設定することができます。まあ、今表が出ていると思うんですけど、スカットにはメイン戦術、サブオフェンシブ戦術、サブのディフェンシブ戦術ということで3つの戦術を分けることができます。メインとサブのオフェンシブには監督のオフェンシブ戦術をつけることができますし、あとはサブディフェンシブに関しては監督のディフェンシブ戦術を入れるという感じになります。メインとサブのオフェンシブもしくはディフェンシブ、こちらに関しては、まあ、同じ監督でもね、違う監督でも OK という感じになります。すべてまあ一つでもいいですし、別々の監督を入れても大丈夫です。はい、なので一つのスカット最大3人の監督を入れることが可能になっています。はい、それぞれの監督でオフェンシブ戦術、ディフェンシブ戦術が微妙に違う監督が多いので、はい、その辺はね、どの監督を入れるか悩んでいただければと思います。3人の監督をそれぞれの戦術に入れたとしても試合をすると、まあ、契約が減ると思うんですけど、そちらはメインに設定した監督の契約が1試合分減るという感じになります。他の、まあ、サブにね入れた監督に関しては減らないので、その辺はご安心ください。あとトータルコストに関してもメインのものが反映されるので、サブの戦術の方に設定した監督のコストが、まあ、たとえオーバーしていても特に問題はないですね。はい、それとチームの適用率なんですけど、これは1試合するとメインの方はアップするんですけど、サブに設定した2人の監督、こちらに関しては下がるので、その辺はご注意ください。はい、この戦術をね変えたい場合は試合前だったりとか試合の途中で、まあ、ゲームプランに入って切り替えることもできますし、あとは試合のプレイ中に、十字キーの上下を長押しすることで、プランを、試合をしながら変更することもできます。ただしポジションなどをね設定をしっかり行えていることを確認しておいた方がいいとは思います。はい、続いてここからはコンセプトアレンジの方を紹介していきます。コンセプトアレンジに関しては、最大4つまで入れることができるんですけど、オフェンシブのコンセプトを2つ、ディフェンシブのコンセプトを2つという感じで、オフェンシブは赤、ディフェンシブは青というふうに表示されます。なので、まあ、赤のコンセプトとか青のコンセプトっていう人もいますね。オフェンシブのコンセプトでよく使われるのが今表示しているプレイエリア幅制限と、あとはディフェンシブ、こちらを使う方が特に多いですね。はい、まずはプレイエリア幅制限なんですけど、まあ、プレイ幅制限っていう方多いので、ちょっとエリアがねちょっとついてるのでちょっとびっくりしたんですけど、まあ、これは例えば、まあ、CF の選手が、まあ、プレイ中にサイドに流れたりすることがあるので、それを改善するためにこちらのプレイエリア幅制限を入れることで、選手の横への移動をね、なくすということで、常に中央にねいてもらうようなコンセプトになります。
はい、それからディフェンシブはまあその名の通りなんですけど、まあ攻撃参加を控えてカウンターに備えてちょっと後ろで待機してくれるという感じですね。まあ特に DMF とかあとサイドバックに使う方が多いですかね。はい、続いてはディフェンシブスコンセプトなんですけど、まずはよく使われるのがこちらの2つ、ハードマークとカウンターターゲット、こちらをね使ってる方が多いかなと思います。まずはハードマークなんですけど、こちらはまあ設定した選手を激しくマークするということで、まあ起点を作らせないようにまあしたりねすることができるかなと思います。それからカウンターターゲット、こちらに関しては守備の負担を減らしてスタミナを温存しつつ、カウンターに備えて前線で待機しているという選手を設定することができます。はい、ということで、こちらのコンセプトを最大4つまで入れることができます。はい、まあ、今回紹介した中で言うとハードマークに関しては相手選手につけるものなので、交代して、その選手がいなくなるとこのように解除されましたというお知らせが来るので、その辺はお気をつけください。その場合は、まあ、設定をね改めてすることでもう一度設定をすることができます。はい、でコンセプトの切り替えなんですけど、まあ、もちろんゲームプランに入ってから切り替えることもできますし、あとは試合中に切り替えることもできます。L2 と十字キーを使うことでオンオフを切り替えることができるのでやってみてください。最後にゲームプランということで、まあ、今回はこちらも紹介しておこうと思います。プレイヤー設定の方なんですけど、まあ、ショートフリーキッカーとかあとコーナーキッカーとか、まあ、この辺はね分かると思うんですけど、まあ、特に説明することはないんですが、今回は攻撃参加する選手、こちらについて紹介しておこうと思います。これは主に自分がコーナーキックを蹴るときですね、まあ、攻撃のときなんですけど、ゴール前に上げたい選手を設定することが最大3人までできるというものになっています。はい、これに関してはこの設定した順番で配置されるポジションの方が決まるということで、今回はそちらをね見ていこうと思います。今回の場合はジューレ、レバンドフスキー、ボアテングの順番で設定をしました。配置されるポジションの方が分かりやすいコーナーキックの、セットプレー戦術の方でラインゴールエリアっていうのがあるんですけど、そちらに設定してちょっと今回は紹介していきます。このようにゴールエリアに並ぶ形でポジションを取るんですけど、まあ、手前からジューレ、レバンドフスキー、ボアテングという風に、設定した順番に並ぶようになります。前作は 1,2,3 の順番で設定しても確か 2,1,3 の順に並んでいたと思うんですが、今作からの変更ですかね、 1,2,3 の順番ということで、まあ、これは設定するときにシンプルに考えればいいので、改善されたのはいいところかなと思います。なので、まあ、手前にはこういう選手を置こうとか、まあ、奥側にはこういう選手を置こうとか、まあ、その辺もお好みの選手を入れることができるかなと思います。はい、ということで今回は戦術とコンセプトアレンジについて解説していきました。いかがだったでしょうか。まあ、知らなかったという方はぜひね覚えておいた方がいいと思うのでぜひ確認してください。まあ、特にアプリから今作をね始めたという方はコンセプトなどはねアプリにはなかったと思うので、まあいろいろ試しながら使っていただければと思います。はい、ということでこれからも解説動画とか役立つ情報などを紹介していきます。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。